最高裁判所はシンガポールの司法制度における2段階のうちの一つである。2段階のうちのもう一つは下級裁判所である。最高裁判所は上訴法廷と高等法廷から構成されており民事事件と刑事事件の両方を扱う。上訴法廷は民事事件と刑事事件の両方につき高等法廷からの上訴を扱う。上訴法廷は 高等法廷で判断を留保された法的論点についての判断も行い、さらに下級裁判所から高等法廷へ上訴された事件における公益に関わる法的論点で高等裁判所が判断を留保したものについて判断をする。高等法廷の裁判管轄は次の通りである。民事事件は総額が25万シンガポールドルを超える場合、高等法廷から始まる。 プロベート事件は、財産額が300万シンガポールドルを超えるか、外国証書の再封入を含んでいる場合、高等法廷で扱われる。さらに、150万シンガポールドル以上の資産がある、家事事件も高等法廷で扱われる。刑事事件では、法廷刑に死刑や10年以上の抗禁刑が含まれる犯罪が、高等法廷で扱われる。の余地のない犯罪は、 高等法廷で審理される。経験則では、高等法廷は、シンガポール国内のすべての事件に、固有の管轄権を有している。最高裁判所の最初の前身は、プリンス・オブ・ウェールズ島、シンガポール・マラッカ法院であり、1826年11月27日に、イギリス国王が特許状として発布した第2、司法憲章によって設立された。 この法院は、海峡植民地総督と、改定される地域の常駐顧問官、及び、レコーダーと呼ばれるもう一人の裁判官が主催した。1855年8月12日の第3司法検証は、この法院を承認し、海峡植民地に二人のレコーダーを、一人は、プリンス・オブ・ウェールズ島、もう一人はシンガポール及びマラッカに置いた。 1867年4月1日における海峡植民地のイギリス直轄地への再編成に続き法院は海峡植民地最高裁判所へと変わった。海峡植民地総督と上中顧問官が裁判官になることはなくなった。裁判所の構成に関するさらなる変更が1873年になされた。最高裁判所は2つの部で構成されるようになり、 最高裁判所長官と上位売席裁判官はシンガポール及びマラッカの部を構成しペナン裁判官と下位売席裁判官はペナンの部を構成した。また民事事件の上訴裁判所としての管轄権が与えられた。1878年、管轄権と裁判官の住居がより柔軟になり、最高裁判所の地理的な分離が案に廃止された。 最高裁判所判決に関する上訴は、最初は上訴法廷に対して行い、その後、数密院における女王に対して行うが、後者の上訴は数密院司法委員会において審理される。1885年に法律が成立した結果、最高裁判所は、最高裁判所長官と3人の売席裁判官で構成されるようになり、1907年には著しく変化した。 最高裁判所に二つの部局ができ、一つは民事事件と刑事事件における第一審を管轄し、もう一つは民事事件と刑事事件の上訴審を管轄するようになった。旧最高裁判所庁舎、現最高裁判所庁舎、シティホール1942年から1945年の日本占領時期のシンガポールでは、イギリスの管理下にあったすべての裁判所は、 日本の軍政が設置した新しい裁判所にとって変わられた。1942年5月29日、湘南高等法院が創設された。高素院も設置されたが、開催されなった。第二次世界大戦の終結に伴い、戦前にあった裁判所が復活した。1946年に海峡植民地が解体され、 シンガポールが独立したイギリス直轄地になった際は、海峡植民地の最高裁判所が、シンガポール最高裁判所として知られる、裁判所に変わった点を除けば、司法制度に変化はなかった。1963年、シンガポールは、マレーシアの結成に伴い、イギリスからの独立を果たした。マレーシアの司法権は、連邦裁判所、マラヤ高等裁判所、 ボルネオ高等裁判所、シンガポール高等裁判所に与えられた。シンガポール高等裁判所からの上訴は、クアラルンプールにある連邦裁判所に対してなされ、その後、通密院に対してなされる。統合は続かず、1965年、シンガポールはマレーシア連邦から離脱し、独立共和国となった。しかし、高等裁判所は、1969年に、 司法制度を整備するためにシュプリームコートオブジュダケッチャーアクト1969が制定されるまで連邦裁判所を構成したままであった。1970年1月9日に施行されたこの法律では最高裁判所は上訴法廷刑事上訴法廷及び高等法廷で構成すると定めていた。数イン司法委員会は民事及び 刑事の上訴事件に関する常設の上訴法廷が設置されるまでシンガポールの最終審裁判所として残った。初の女性の最高裁判所裁判官であるライエス・アイ・ユー・チューは1994年4月30日に就任した。シンガポール共和国憲法93条はシンガポールにおける司法権を最高裁判所及び下級裁判所に与えている。 最高裁判所長官が裁判官の長である。最高裁判所は記録裁判所の上級裁判所である。すなわち、下級裁判所と比べて民事事件及び刑事事件を扱う管轄権に制限がなく、下級裁判所からの上訴を扱うという意味においての上級裁判所である。記録裁判所として訴訟記録を永久的に保存する。上訴法廷は、 最高裁判所の上位部局であり、会部局は、高等法廷である。最高裁判所長官室最高裁判所の法廷は、最高裁判所長官、上訴法廷裁判官、高等法廷裁判官及び、司法委員で構成される。すべての法廷構成委員は、首相の助言と一致すれば、大統領の権限において任命される。上訴法廷裁判官、 高等法廷裁判官及び司法委員の任命にあたっては、首相は大統領へ助言する前に最高裁判所長官と相談しなければならない。最高裁判所裁判官になる資格を有するのは、合計して10年以上、ザ・リーガル・プロフェッション・アクトにおける有資格者であるか、シンガポール法務局の法務官であることである。上訴法廷は、 上訴法廷の主席裁判官である最高裁判所、長官及び上訴法廷裁判官で構成される。最高裁判所長官は、高等法廷裁判官に対し、特定の上訴に関して上訴法廷裁判官として就任するよう要,要請することがある。最高裁判所長官は有する上訴法廷自席裁判官の任命権により、上訴法廷裁判官のチャオヒックチンは、 2008年4月18日から上訴法廷辞席裁判官に就任している。高等法廷は最高裁判所長官と高等法廷裁判官に加えて裁判官と同じ権限と面積特権を有する司法委員から構成されている。上訴を受理したとき上訴法廷では通常最高裁判所長官を含む3人の裁判官で審理が行われる。ただし、 特別に困難あるいは重要な事件の場合等、必要であれば、5人またはそれ以上の奇数の裁判官による審理が行われる。中間判決に対する上訴等の特定の上訴については、2人の裁判官で審理されることがある。裁判所に申し立てられた事件は、事件を受理した法廷を構成する裁判官の多数意見に従って決する。 もし二人のみの裁判官が上訴を受理し、意見が一致しなかった場合、その上訴は棄却され、上訴の対象となった判決が維持される。高等法廷の手続きは、他の制定法に規定がない限り、一人の裁判官で審理される。上訴法廷裁判官は、高等法廷の裁判官にもなる。旧最高裁判所長者にある看板。一般市民に対し、 無視各社ではなく最高裁判所のレジストリに問い合わせるよう進めている。最高裁判所の運営はレジストリが管理する。レジストリは事件記録の受理や保管を行い、審理で使用する際それらが確実に裁判官へと送られるようにしている。レジストリの長はレジストラであり、リピューティーレジストラ、シニアアシスタント、レジストラ、アシスタント、レジストラらが補佐している。 これらの公務員は、最高裁判所長官の推薦に基づき大統領に任命され、シンガポール法務局における司法機関の構成員である。レジストララは、運営の責任を負っていることに加えて、損害の査定等、特定の類型の非公開の裁判手続きを扱い、倒産事件の申し立ての処理、中間判決事件、公判前手続きを取り扱う。レジストララは、 地方裁判所裁判官や治安判事にも任命され、高等法廷において被告人を犯罪行為で審理対象とする十分な理由があるかを判断するために予備調査を行うことができるようになっている。事務局には先生管理官、通訳、書記官、執行官も所属している。最高裁判所長官の直接の指揮下で働く書記官は 特に調査法廷の事件に関し、法令調査で裁判官や司法委員を補佐する。司法行政の最高責任者の地位は、2013年1月1日に設置された。その主な責務には、最高裁判所の運営と管理に対する監督が含まれている。2011年1月7日の2011年度開始に関する、招待状最高裁判所長官は、 高等法廷と上訴法廷の改定回数や裁判官の業務の配点を決め年に2ヶ月以内の最高裁判所の長期休暇の予定を組む権限を有する。一般に高等法廷と上訴法廷は年の中頃と年末の休定日を除き年中改定している。毎年度の開始の際には通常1月の第1土曜日にセレモニーが開催される。これは形式上は 法廷での審問であるが、弁護士は報復を着用しなくてもよい。セレモニーでは、法務長官とシンガポール弁護士会会長がスピーチを行う。最高裁判所長官は、そこで自身のスピーチを行い、シニアカウンセルとして任命された弁護士の名前を読み上げる。スピーチでは通常、前年度の法の発展の概要を述べて、 将来に期待し、法務長官と弁護士会会長は、伝統的に法務官や法律実務課が司法を支援し続け、互いに協力することを誓う。新年度開始のセレモニーは、シンガポールが東インド会社に管理されていた19世紀において行われていた、毎年最初の巡回裁判の開始セレモニーに遡る。巡回裁判は、シンガポールにおいて、 周期的に開催される刑事裁判所である。セレモニーは数年間途絶えていたが、1923年に復活した。その年のセレモニーでは、最高裁判所長官が最高裁判所の外でスビーターに引きられた。宿教徒の儀仗兵の滅兵を行い、レジストラ、リピューティーレジストラ、保安官に迎えられた。4人は、 警察官と裁判所職員が並んだ道を最高裁判所庁舎の長官の執務室へ進んだ。1926年、越平の前に行われるセントアンドリューズ大聖堂への礼拝が復活し、1955年、カトリック教徒の裁判官や法律家のためにグッドシェパード大聖堂への礼拝も行われた。教会の礼拝は、1963年に、 シンガポールがマレーシア連邦に組み込まれた時にセレモニーの公式行事としては中止されたが法律家は非公式な立場で特別な礼拝を続けた。1965年のシンガポールの完全独立に伴いセレモニーは法定年度の開始として知られるようになった。このセレモニーは通常1月の第1金曜日年末休暇が終わった後に開催されたが 1971年はシンガポールで初めて開催された A 連邦首脳会議と一緒に1月の第1土曜日に開催された。これがその後年の慣例につながった。1960年代から1970年代の前半にかけて最高裁判所長官が議場兵の越兵が廃止されている間、警察官のパレードが行われた。 上訴法廷上訴法廷は民事事件及び刑事事件の上訴管轄のみ有している。すなわち、第一新管轄権は有しておらず、初めて裁判所に持ち込まれる事件の審理を取り扱うことはない。通常、上訴法廷は第一審または上訴審としての口頭法廷、判決に対する民事事件の上訴を審理する。口頭法廷の判決には、 高等法廷が第一審として取り扱ったもののほか下級裁判所から高等法廷へ上訴された事件における判決も含まれている。しかし、このルールには多くの制約がある。高等法廷判決の中には上訴法廷へ上訴することができない類型や上訴に上訴法廷の許可が必要なものがある。刑事事件では上訴法廷は、 高等法廷が第一審として審理した事件のみを取り扱う。下級裁判所からの上訴審として高等法廷が取り扱った事件は判決に対する法律問題が提起された場合を除き、さらに上訴法廷に上訴することができない。訴訟手続き当事者は下級裁判所の審理の間、後半裁判官が当該事件に対する高等法廷の意見を求める代わりに 直接上訴法廷に申し立てることができる。高等法廷高等法廷は、刑事事件及び民事事件の第一審の管轄権を有しており、初めて裁判所に提起された事件の審理を取り扱うことができる。高等法廷の第一審管轄権の特殊性は、意見審査の管轄権である。高等法廷は、2種類の意見審査を行う。すなわち、憲法に基づく、 意見審査と行政行為の意見審査である。多少の例外はあるが、高等法廷は、シンガポール国内外において、被告に召喚状が送達されるか、その他の開始手続きが執行される場所、または、被告が裁判所の管轄を受諾した場所における、あらゆる対人訴訟を審理する管轄を有している。理論上、高等法廷は、無制限の第一審管轄権を有しており、 些細な事件か重大な事件かを問わずあらゆる類型の事件を審理することができる。しかし実際にはより適切な下級裁判所があるにもかかわらず、口頭法廷に民事事件を提訴することを選ぶと高い訴訟費用を支払わなければならないので当事者が不利になる。通常、プロベート事件を除き、訴額が25万シンガポールドルを超える民事事件は 必ず口頭法廷から開始する。プロベート事件は遺産額が300万シンガポールドルを超える場合が外国の県認証書や遺産管理上の再封印を含む事件に限り口頭法廷で開始する。開示事件、破産手続き、会社生産手続きについては口頭法廷が専属的管轄権を有している。口頭法廷は 離婚及び婚姻に関する事件についても管轄権を有しており、未成年者や精神障害者について貢献人を専任及び監督し、彼らの体と財産に関して命令する。しかし、婚姻や貢献手続きは、現在も口頭法廷で、審理されている150万シンガポールドル以上の夫婦の財産分割に関する争いを除き、地方裁判所に移管された。 2010年3月1日以後、高等法廷で開始した、意思能力法に基づく手続きは、下級裁判所でも取り扱う。高等法廷は、シンガポールで行われたすべての犯罪と、特定条件下で、シンガポール国外で行われた犯罪について審理する、管轄権を有する。刑事事件では、高等法廷は、一般的に、死刑または10年以上の後勤刑に処される犯罪に、 関する事件を審理する。また、民事事件及び刑事事件における地方裁判所や治安判事裁判所の判決に対する上訴を審理し、地方裁判所や治安判事裁判所から受理した特定の事件における法律問題について判断する。さらに、高等法廷は民事事件及び刑事事件においてすべての下級裁判所に対して、 一般的な監督及び再審査の管轄権を有している。全般口頭法廷は、制定法に規定された権限を行使する。例えば、欧州交流、検査、撮影、サンプリング、実験、その他いかなる方法かを問わず、訴訟手続きの開始前と開始後のいずれにおいても、証拠の保全を命じることができる。また、どの訴訟も他の任意の裁判所へ、すなわち、 下級裁判所からまたは下級裁判所へ移送することができる。そして、訴訟当事者の精神状態が、当該訴訟における争点に関係している場合、そのものの診察を命じることができる。上訴を審理する際、上訴法廷は、高等法廷のすべての権限と義務を有し、裁判所が受理した、どの事件も公平に扱うために決めなければならない。 あらゆる論点について決定する完全な権限を有している。口頭法廷は許可なく乱用的な裁判手続きの遂行を続けることを禁止する権限を有する。どの裁判所においても同一人物に対するか異なる人物に対するかを問わず常習的にしつこく正当な理由なく開始された乱用的な裁判手続きがあるときは法務長官は 裁判所に禁止命令を求めなければならず、また裁判所はその命令をしなければならない。法律家の規律認可されたすべての弁護士並びにシンガポール法務局の法務官は最高裁判所の成員である。したがって裁判所は法律家の認可と統制に対して重要な役割を担っている。弁護士になろうとする者は最高裁判所に申請しなければならない。 法廷弁護士は依頼者の代理人として法廷に立ち、事務弁護士は伝統的に裁判手続きを要しない紛争性のない法律事務を取り扱う。シンガポールの法律専門家は一元性であるため、志願者は法廷弁護士兼事務弁護士として弁護士会に加入し、その一方または双方を取り扱うことになる。加入は裁判所に決定権があり、 弁護士法に規定された要件を満たさなければならない。同法は何人も性別によって弁護士として登録された資格を奪われないと明確に規定している。最高裁判所長官が別段の命令を出さない限り弁護士の申請は休定期間を除く毎月第2水曜日に審理される。裁判所は一般的に5月の最後の土曜日に弁護士のマスコールを手配し、 その年に専門訓練を終了して弁護士会へ入会を求める多くのシンガポール国立大学法学部やシンガポールマネージメント大学ロースクールの卒業生に料理をまかなう。事件が難解で複雑な時は裁判所は通常シンガポールやマレーシアに存在しないがその事件のために弁護士としての特別な技能や経験を有する直線弁護士を特別に求めることができる。 弁護士として執務する法律家は特別に選任される直線弁護士を除き資格証明書のために毎年最高裁判所に登録することが求められる弁護士の行為に対する苦情はシンガポール弁護士会の協議会から最高裁判所長官に任命された調査委員会に付託される調査委員会は苦情を調査し協議会に報告する協議会は 報告を精査し、正式な調査が必要ないか、対象者に制裁を科すか、最高裁判所長官に対して、苦情を正式に調査する懲戒審判所が、指名されるよう求めるか、いずれかの決定をする。懲戒審判所が開かれたら、事案を調査し、当該弁護士に対して、どのような懲戒が相当か決定する。開かれない場合、事件を却下するか、違法行為に対して、 適切な制裁を科すことができる。しかし、懲戒が必要だと考えれば、弁護士会は最高裁判所に対し、弁護士権限の剥奪や、5年以下の業務停止、10万ドルの罰金、または開国の命令を出す権限を有する、3人の裁判官による審理すべきことを求めなければならない。シンガポールの公式判例集、シンガポールローレポートシンガポールの最上級の 最終審裁判所として判例主義に基づき上訴法廷の判決は高等法廷と下級裁判所を拘束する。たとえこれらの裁判所の裁判官が特定の事件において上訴法廷が示した理論に賛同できなくてもそれらの事件に当てはまる法理を適用しなければならない。上訴法廷は1994年4月8日に スミツインへの上訴制度が廃止されたことに伴い、シンガポールの最終審裁判所になった。同年7月11日、裁判所は実務観光声明を発し、上訴法廷は以前の自身の判決やスミツインの決定を自由に変更できることを宣言した。いかなる場合においても、そのような以前の決定に固執することは特定の事件においては、 不公正な結論を引き起こしたり、シンガポールの実情に合わせた法の発展を阻害したりすることになる。したがって、当裁判所がそのような以前の決定を標準的に拘束力あるものとして扱い続けるが、当裁判所はそれが正しいと思われる場面では以前の決定から逸脱する。契約、所有権、その他法的権利を訴求的に妨げることの危険性に留意し、 この権限は慎重に行使される。裁判所はこの新しい原則をシンガポールの政治的、社会的、経済的環境はシンガポールが独立した共和国となって以来大きく変化した。法の発展はこの変化とシンガポール社会の基本的価値を反映させるべきであることに基づいて正当化した。高等法廷の判決は地方裁判所及び 治安判事裁判所を拘束する。しかし、高等法廷の判決は、以前の別の高等法廷判決に拘束されない。しかし、令状の問題として、高等法廷判決は、特に以前の判決が、長らく変化がないような場合、特段の理由がない限り、通常、以前の判決から逸脱することはない。もし高等法廷判決と矛盾がある場合、 いずれの判決が正しいかを決めるため、上訴法廷に上訴することができる。明らかに高温な気候であるため、シンガポールでは20世紀前半まで裁判官は法廷でカツラを着用していなかった。1934年2月13日のザストレーツ、タイムズ誌への投稿で、投稿者は7年前、マラヤに初めて来た時、重要または必須の 報復の一部と考えていたカツラを裁判官や弁護士が着用していないのを見て驚いたと記した。しかし、長い曲げのカツラは巡回裁判の改定などの儀式の際に着用されていた。二人の裁判官はいつもカツラを着用していたことで有名である。アーン賞裁判官は長い毛のカツラを着用しており、1921年から1925年の 最高裁判所長官であった、ワルター・シドニー賞裁判官は、短い毛のカツラを着用していた。退任の時、省長官は、自身が法廷でカツラを着用する習慣を導入した、ことを述べた。私は、奇妙な服装で着飾りたかったわけでも、自分に特別な重要性を与えたかったわけでもなく、私は、それが、公衆や弁護士だけでなく、裁判官自身にも、 自分が輝かしい人々の代表であるイギリスの裁判官はイギリス人の自由を確立するために多くのことをしてきたのだということに気づかせることになると考えたからである。1934年以降裁判官は状態的に法廷でカツラを着用するようになり多くの弁護士もそれに習った。ただし批判もあった。弁護士が短い毛のカツラの着用することは任意であり、 年配の弁護士のにより好まれた。1991年1月5日、法定年度の開始時、ヤングプンハウ最高裁判所長官は、裁判官会議は、直線弁護士を含むすべての裁判官と弁護士に、対し、短い毛のカツラを報復の一部とするのを廃止することを全会一致で決めたと述べた。ただし、裁判官は、儀式の時は引き続き長い毛のカツラを着用した。 2年後の1993年、校舎の観光も廃止された。最高裁判所長官は、裁判官の儀式用の赤い報復と長い毛のカツラは、現在では多くの人によって独立したシンガポールの裁判官と司法委員の報復として不適当だと考えられている。実際、これらは多くの嘲笑的な意見の対象であったと述べた。 イギリスの法廷弁護士を描いた19世紀の絵画、植民地時代、シンガポールの裁判官は、イギリスの裁判官と似た服装をしていた。肩周りに、灰色のケープやマントと黒いスカーフがついた黄色の、長いローブとウィングカラーのシャツを着て、バンドをつけていた。その後、裁判官が着る、通常および儀式用の服は、様々な形のイギリスの報復の中から2種類が、採用された。 1993年1月9日、法廷年度が始まるとき、最高裁判所長官は、今後裁判官は、普通の折り襟の白いシャツとネクタイの上に、軽くて黒いローブを着用すると述べた。ウィングカラーのシャツを入手することの難しさと、伝統的なガウンが独立した、共和国の司法に不適切であるとの意識が強くなっていたことが、 この変化の理由として挙げられた。法廷年度の開始等の儀式の場では、最高裁判所裁判官は首回りから正面に伸びる黒い線の入った赤いローブを着た。最高裁判所長官のローブは黒い線の部分が金色に縁取られていた。かつては公開法廷に出廷する弁護士はダークスーツとウィングカラーのシャツ、バンド、 イングランドの法廷弁護士が着る黒いローブを着用していた。女性弁護士はスカートを履くこととされていた。1993年の結果、バンドとウィングカラーのシャツは廃止された。公開法廷では男性弁護士は通常の長袖で折り襟の白いシャツに落ち着いた色のネクタイ、黒いジャケット、黒いズボン、黒または普通の色の靴の上に既存のガウンを着ることとされる。 女性弁護士の服装に対する指示は、ハイネックの長袖の白いブラウスを着なければならず、目立つ宝石や装飾を避けなければならないとされる点を除き、同様である。彼らは、スカートかズボンを履く。執務室で裁判官や、レジストラに会う場合、ガンを着る必要はない。主席弁護士は、シルク製か、シルクとウールの混合、または、レイヨン製のイングランド及び、 ウェールズの直線弁護士が着ていたデザインのガウンを着る。マックスウィラーツ・ハウス・アット・ザ・オールド・パーラメントとして知られるマックスウェル・ハウス。1827年から1865年と1875年から1939年に裁判所長者として使われた。旧最高裁判所長者としてホール。1939年から2005年に 裁判所長者として使われた。最初の最高裁判所長者は、以前はマックスウェルハウスの建物として、現在はザアーツハウスとして知られている。この建物は、1827年にジョナー・ガイル、マックスウェルという商人の住居として建てられたが、彼は、それを植民地政府に月500ルピーで15年間貸し出すことにした。 ハイストリートに面する上階の中央の部屋は、プリンス・オブ・ウェールズ島、シンガポール及びマラッカの司法裁判所として使用され、その他の部屋は政府庁舎として使用された。1839年、裁判所はマックスウェルハウスに隣接する1階建ての別館に移転したため、後年は完全に植民地政府が使用した。マックスウェルは、 1842年10月10日、最終的に建物を海峡植民地総督のジョージ・ボナムと東インド会社に15,600スペインドルで売却した。しかし、マックスウェルハウスの別館は近所の造船所からの騒音により裁判所として適切でないと判明した。シンガポール川沿いの新しい裁判所庁舎は1865年に建てられた。 この建物は現在アジア文明博物館として使われているエンプレスプレイスビルコ中心となっている。この庁舎は1875年まで裁判所として使われマックスウェルハウスの新しい旨に移転した。マックスウェルハウスは最終的に1954年に立法府に引き継がれた。現在旧最高裁判所庁舎と呼ばれている新しい庁舎の建設は セインとアンドリュー、エスロードのパダンの向かい側のグランドホテルで得る、ヨーロッパの跡地で1937年に始まった。1937年4月1日、建物の礎石がシェントン・トーマス総督によって置かれた。石の下には1937年3月31日付の6社の新聞紙と海峡植民地効果が置かれた。このタイムカプセルは、 三千年に改修される予定である。最高裁判所長者は、1939年8月3日、総督により、会長が宣言され、パーシー・マケルウェイン最高裁判所長官に引き渡された。当初は、四つの法廷があり、その他の七つの法廷は、何年もかけて追加された。これが、最高裁判所の増大する事件のため、不十分であると判明したので、 ウィーチャンジン最高裁判所長官の指示で、隣のシティホールに、1986年に追加で6つの法廷、1988年にさらに6つの法廷が増設された。夜の新旧裁判所、庁舎1シュプリームコートレーンの旧庁舎の裏側にある、現在の最高裁判所庁舎は、2002年から2005年にかけて建築された。面積は72000平方メートルで、 イギリスの設計事務所、ホスターパートナーズと地元の建設コンサルタント CPG コーポレーションによって設計された。建物はポルトガルのローザオーロラの大理石の半透明のシートで覆われている。アトリウムや天窓、エレベーターシャフトへガラスが惜しみなく使われていることや開放的なレイアウトは法の透明性の理想を表していると言われる。 この建物での運営は2005年6月20日に開始し、最初の審理は6月27日に行われ、2006年1月7日の法廷年度が開始の式典において SR ナザン大統領によって公式に開かれた。建物内には12部屋の民事法廷8部屋の刑事法廷3部屋の上訴審法廷がある。高等法廷の審理は、 2階から6階の部屋で行われ、上訴法廷は最高階の9階にある円盤状の構造物の中の部屋で審理が行われる。この構造物は旧最高裁判所長者のドームの現代的表現であり、司法の公正さを表している。ありがとうございます。